初心者です。まあ昔からね少しずつ手伝ってはいましたけどね、農業はずっと触れてたのでね、ただ本格的にちょっと手伝い始めたのが最近です。でコンバイン、今日はねこのコンバインの危険性についてちょっとお話ししたいと思います。危険性って言ってもね、そんなの知ってるよっていう人ももちろん大勢いますので、ただまあやっぱりね初心に戻ってちょっと一呼吸置くのも大切なんじゃないかなと思いまして、まあ農業機械ですからね、怪我で済むならいいんですけど、怪我じゃなくてね死亡事故に間違いなくつながります。この大きさに対してキャタピラーのクローラーのねこの小ささ、やっぱりこう運転していてなんて言うんでしょう、足回りがね慣れないと見えなかったりする、見えなかったりとか予想不可能だったりとか想像しにくいっていう部分もありますけど、これがねやっぱりこうあぜ道だとか道路を走ってただとかそういう時にね思わぬ、あとは田んぼに入る時など転倒する恐れもあります。まあまず基本的なことなんですけど、服装からどんな農業機械だけじゃなくてねどんな機械でも当てはまるんですけど、やっぱりこういうところにねギアだとかチェーンだとかもちろんここをねこうやって開ければこうやってドラムがあったりとかね、なぜ服装を気をつけなくちゃいけないのは、まあ手袋とかはね本当に必要な時しかしないっていうのが大切かもしれません。ちょっとでも手袋軍手などしててピュッてこう引き込まれたりとかそういうことがあると思います。コンバインのね取扱説明書を見るともう服装のことから、こうやって本当は麦わら帽子じゃなくてヘルメットかぶりなさいって書いてあります。機械ですからね、ここからもみがこう吸い込まれていくわけですからね、何の拍子でここへ手巻き込まれるかも分かりません。巻き込まれることが多いということです。多分こういうコンバインがね開発されてからたくさんの事故があったと思います。やっぱ慣れが一番怖くてね、ベルトの部分ギアの部分こう吸い込み口なんかにねこう衣服がねわーっと吸い込まれたりとか、やっぱそこが原因でとんでもない大怪我あるいは死亡事故につながっていた過去があったと思います。まず服装なんですけどね、まあこういう風に袖があります。例えばこう袖まくっちゃいます。そうするとこういうところにこうダブ付きができますね。これが何かの拍子でこういうギアに引っかかっていく、そんですいって、袖とともに手が巻き込まれていくとかですね、あとはプーリーとかベルト V ベルトの中にこれが巻き込まれて一緒に手も引き込まれていくとか、そういうやっぱ恐ろしさがあります。ですからやっぱりこうやってね袖口なんかはこうやっていつも止めておくということが大切です。こうやってね、そうすればダブ付きがなければね持っていかれませんので、あとワイシャツとか着込む人もいると思うんですけど、ワイシャツ例えばワイシャツを着たとします。そして今こうズボンの中に入れるならまだしも、例えば、ワイシャツそのままだらっと垂らしておくとします。やっぱりねこのだらっとこの辺が垂れてたりするものだとか、そういうのはやっぱりこういう機械を扱うときは絶対にやっぱりやめなくちゃいけないことだなと思います。いろんな農業機械だけじゃなくてね、あとは旋盤いじくる人だとかいろんな工具いじくる人たちもねやっぱり気をつけてますよね。
軍手はむやみにしないとかね、ドリルやって自分の指を一緒に巻き込まれちゃったとか、軍手によってね、軍手のケバケバが機械に触れてそれがガーッと巻きついて指切断だとかね、まあいろんな事故がやっぱ起きてしまいますんでね、起きてからでは遅いと。だから軍手もしない、あとはこうつなぎを着てみる、もしワイシャツならきちんとズボンの中に入れる、あと靴なんかも滑らない靴を履くとかですね、いろいろ気をつけないとダメですね。あとタオル巻く人はタオルをこうヒュッて首に巻いたりしますよね。これもね、まあ、細かいこと言うようですけど怖いです。こう巻いてて縛ってやって、もしここにヒュッと入り込んだら自分の頭も持っていかれるし、首を絞めて自分が死ぬということもあります。やっぱそういういろんなね、もうなんか腰にタオルを巻いたりとかもしないし、紐つけといたりもしないし、あと携帯のストラップとかそういうのも気をつけないと危ないかもしれません。まずは衣服のことなんですけど、そういう些細なことからやっぱ事故を防いでいかなくちゃいけないなっていつも機械をいじってると思います。まだ全然、皆さんの足元にも及ばないこと、農業のこと何も知りませんけど、そういうことから基本から気をつけていこうかなと思ってます。今日はね、まず自分の衣服を整えることから中心にお話ししてみました。いつもご視聴ありがとうございます。